こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトコマです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今日はいくつかね話がありまして、まずはこちら、これジャスティン・シャイヤーという昨年の NPC ナショナルズっていう、まあめちゃくちゃでかい大会で IFBB プロになった、まあボディービルダーなんですが、両方とも同一人物です。まあよくあるさ、ビフォーアフターみたいな、まあ筋トレ始めた時と、まあ今みたいなさ、やつあるじゃないですか。これ、この間にどれぐらいの期間空いてると思いますか？こんだけ腕も、まあ、背中も、もう何もかもが、もう全然違う。ここ、たったの2年です。これ2年しか違わないらしいの。2019年、初めてまあボディービルディングのまあ準備を始めた時と、まあプロになった時、まあ去年ですね。これの比較みたいです。2年で、2年で人はこんなに筋肉つけれるのかと。まあいろんなね、人たちがいて、いろんな人たちがもう巨大な筋肉をつけまくってますが、この2年間この変化は凄まじすぎる。まあそんなジャスティン・シャイヤーですね。彼は現在34歳ということで、だからボディービル始めたのもさ、30ぐらいからなんですよね。遅いんですよ。珍しい選手だなって思うんですが、この人は高校時代までは普通にね、こうスポーツ、まあ陸上走ったりとか、まあいろんなことしてました。バイク乗ったりとかね。ただ、まあそこの後に自動車の事故かなに遭ってしまって、結構ひどい事故に遭っちゃったらしいんですよ。で、まあ、本来叶えたかった夢っていうのはちょっと難しくなってしまって、で、そこから彼のボディービルの、まあ、キャリアっていうのがスタートしていくんですけど、まあ、だから結果として、まあ、どっちが良かったのかはわからないけど、この今のところボディービルのキャリアは、まあ、すぐプロになって、まあ、成功していると言っても過言ではないのかなって思うんですが、まあ、29歳になってから、まあ、ボディービルに興味を持って体を作っていって、だ、まあ、これが2021年が34歳ぐらいってことは、31歳、2歳の時とかに、彼は、このボディービルの大会に初めて出るようになるんですよね。で、その年からもうすでに大会で優勝したりとかして、次の年も上位入賞。そして、まあ、3年目ですね。ここで彼は IFBB プロになりました。で、この時は本当にまた衝撃的な体を持った選手が現れたなって思ったのは、このハイラット気味な背中のこの広がり。この広さは、もう天下一品と言わんばかり。まあ、ネイサンでアシャっていうね、まあ、選手がいるんですけど、彼を彷彿とさせるような、この、もう、ウエストがこう、スッて、まあ、ウエストも細いんですけど、スッてこう、上がって、そこから、ブワーって、ブワーって、もう背中がめちゃくちゃ広がってる。これは前から見ても、後ろから見ても、だからもう、ダブルバイ、ラッドスプレッド、あとフロントリラックス、あとバックのね、リラックスポーズ。この辺の彼の背中っていうのは、ものすごい目立つんじゃないかなと思います。腕なんかも非常に太いし、まあ武器だと思うので、まあね、プロデビューは残念ながら、まあ残念ってことでもないですが、一応ね、来年の2023年を予定しているみたいです。そこまではオフを取って、まあ体をね、作っていくと。まあ、ボディービル始めたのは、そんなにね、早くはないですが、まあ、大体他の周りの選手って20代とかさ、下手しい10代ぐらいから、まあ、出てる人とかもいると思うんだけど、まあ、ただね、今プロとしての年齢で見ると34歳って、まあ、若い方に入るんじゃないかなと思いますので、来年のこのジャスティン・シャイヤーのデビューっていうのは、まあ、要注目なんではないかなと、来年のダークホースに彼はなるんではないかなと思っております。まあ、なんて言ったって何が言いたいって、この体を2年間で作り上げる。あなたは、そして私は、ここまで2年で慣れますかって、慣れない気がする。何を使っても慣れない気がするっていうね。まあ、これはコーチはね、ニック・ウォーカーをプロにさせて、ニューヨークプロで優勝させて、オリンピアに行かせたマット・ヤンセンっていう人なんですけど、まあ、このコーチもすごいよねって思うんだけどさ、まあ、本当に2年間の変化、皆さんね、ぜひ概要欄にジャスティン・シャイヤー載せてあるので、見ていただければと思います。はい。ということで、次はですね、まあ、大会の話になるんですが、こちら覚えていらっしゃいますでしょうか？マルセロ・ディ・アンジェリスというブラジルの IFBB プロです。もうクラシックフィジークを変えるんじゃないか。この男がね、今年一番のダークホースになるんじゃないかと言われている男でございます。この男の存在がクラシックフィジークを変えるかもしれない。それはどういうことかというと、まずとにかくでかい。そして
ウエストはキュッと締まっていて、広背筋の広がり、逆三角形、肩、胸の丸み、そして足の外の張り出し方、ストリエーションの深さ、横から見ても後ろから見ても前から見てもこの太い足、もう一つ一つのパーツがでかく丸く、さらにアウトラインも美しいと。で、まあクラシックフィジークに出てくるんだけど、しかもそのクラシックフィジークも、もう体重リミットね、ギリギリでおそらく出てくるので、クリス・バムステッドよりも、彼の方が、まあ、でかいんじゃないかと言われているし、まあ、この選手は、だから本当に、そのクラシックフィジークの今年のオリンピア、まだ決めてないです。彼はね、この、今月の、6月の、下旬ぐらいって言ったらいいのかな、24ぐらいにね、行われる、マッスルコンテストブラジルっていうところに、どうやら出るらしいんですけれども、まあ、そこに出て、オリンピアの権利を獲得して、まあ、オリンピアに出て、トップ10以上、まあ、入る。普通に入っちゃうんじゃないかみたいな風に言われてます。まあ、とにかくね、今大注目されている、まあ、選手が、まあ、ついにね、どこでデビューするのかわからないっていう話だったんですが、まあ、6月24、26で行われるですね、マッスルコンテストブラジルにどうやら出るということで、これ要注目でございます。この選手もブラジルなんだけど、まあ、同じくね、もう一人出る予定で注目されているのが、ガブリエル・ザンカネッリっていう、まあ、選手、昨年ね、ミスターオリンピアに出ている選手で、この人なんかもね、このウエストの細さと、まあ、このウエストの幅と足の幅が同じぐらいで、で、広背筋がぐわっと広がって、丸みもあって、で、背中とかも非常にゴツゴツしていてっていう、まあ、非常にこう、綺麗なね、フォルムをしている選手で、まあ、でかい選手なんだけど、ブラジルの選手ってさ、まあ、例えば今トップで、まあ、こう、有名なところで言うと、ラモンがいると思うんですよね。ラモン・ロカっていうのは、ま、この選手でございますが、今年のアーノルドでもね、素晴らしい戦績を残していて、まあ、ミスターオリンピア優勝候補の一人です。この人もま、ブラジルの人でさ、ブラジルのクラシックフィジーク選手、なんかみんなどこかしらね体型似てるなって気もするんだけど、最近メンズフィジークもだけどブラジルがさめちゃくちゃ強くて、まあね今回のマッスルコンテストブラジルもまあかなりね注目されるんじゃないかなと思います。このマルセロ・デ・アンジェリス、この選手がまあ実際にクラシックフィジークのプロの大会には出たことないと思うので、まあそこで出てね、どういう風に見えるのかってところがまあ一番大事なんですけれども、まあ一番でかいだろうし、あとはまあ絞りってところですよね。クラシックフィジーク選手みんなバリバリに絞ってくる印象があるから、まあそこで勝負は決まるかなと思うんですけれども、デカさだけだったら負けないし、コンディションというところもね、みんなと同じぐらい、もしくはね彼の方が一つ抜けてしまうことがあるのであれば、まあ優勝してもうオリンピア出て、その体だったらねもう本当にオリンピアトップ5とかポンって入っちゃうかもしれない、それぐらいやばい男だと思うので、皆様ぜひですね注目いただければと思います。はい、ということで、まあ、注目で言うと最後グッドビト、ヴィタリー・ウゴルニコフですね。彼は IFBB プロじゃないんだけど、NPC に来てね、IFBB プロを目指して、オリンピアを目指しております。一応出る大会決まってはないらしいんですが、どうやらまあ秋口ぐらいのね、大会、まあ冬前ぐらい、12月前ぐらいの大会にね、出るんじゃないかなと言われております。で、そこで優勝すると、そのままね、なんか、プロの大会もあるやつとかも考えてるらしくて、アマチュアの大会があって、次の日プロみたいな感じで、もうプロになって、プロの大会大会出て優勝するともう来年のオリンピア決めれちゃうみたいなね、そういう風な出方をしようという可能性もあるみたいなので、このグッドビート最近さらにでかくなって、まあ、120ね、後半ぐらいあるらしいですが、まあこの体丸み厚み、そして彼の年齢はまだ20前半ということで、末恐ろしい男がね、まだ眠っていて、ここから IFBB プロになろうとしております。まあプロには、正直余裕で慣れちゃうんじゃないかなって、もうそれぐらいの体をしてます。プロの中でも彼よりもすごい体格してる人っていう方が、まあ、限られるっていうか、もうそういった選手はもう大会で優勝したりとか、もう上位に入ってくる選手しかいないんじゃないかなと、それぐらいの、まあ、持ち主だと思うので、この選手も楽しみだしということで、今年はですね、まあ、プロでもアマチュアでも本当に楽しみな選手がまたね大会にどんどん出てくる年になるみたいなので、この辺注目していきつつ、またハトクマのチャンネルでご紹介できればなと思います。ということで本日はですね、久々に外国人ばっかりの話をね何本もした気がしたんですけれども、こちらですね、ご紹介させていただきました。よければ高評価ボタンのクリック、そして皆様、感想等あればですね概要欄設けてはおりますが、ぜひコメント欄に書いていただければと思います。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。